はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しの後藤です。ですね、ホットペッパービューティーさんの方から出てる、ヘアカタログがあるんですけれども、まあこれ前の方からすごい素敵なスタイルがたくさん出てますので、表参道のアンティさんのスタイルなんですけど、非常に素敵なスタイルなので、こちらをちょっと切ってみたいなと思います。はい、ちょっとこれ真似しながらというか、これをお客さんが、これにしてくださいっていう想定した、設定でですね、ちょっと切っていきたいなと思っております。はい、で結構セミウェットのスタイルなので、僕こういうセミウェットのスタイル切る場合は結構ですね、この中の方の毛が、まあ、ちょっとスタイリングでこう束感を出してると思うんですけど、まあ、もしかしたらちょっとレザーとかでですね切ってる可能性もちょっとあるので、まあ、僕基本的には使わないので、ちょっとシザーの方でまあそこは近い感じの質感を出していきたいなと思っております。まあ、ここからまずヒントをまあ撮っていくとしたら、まあ、サイドの写真ですので、このサイドの写真をどう撮っていくかと、どこから切っていくかっていう部分なんですけど、まあそうですね、この場合僕でしたら、なんかこれ若干ディスコネなのかなっていう気もしないでもないですし、なんかあんまりつながってない、このかっこいい質感はつながってないからなのかなっていう感じもするんですけど、で、バッグのウェイトの位置を最初に決めとくんですけど、あんまり上げすぎちゃうとちょっとミセさんのスタイルになっちゃうので、これでだいたいこの位置ですね、この辺のこの取るスライスの位置によって、例えばまあ結構上の方でね、この辺が60代だとしたら、まあ、この辺が30代のウエイトのスタイルだったりとか、まあそれは例えなんですけれども、まあ大体ちょっと下目で取ろうかなと思います。まずウエイトの位置を、ざっくり決めていきますね。センターをまあ取っちゃうんですね、まず。でそこからウエイトの位置大体決まったら、若干この辺もねディスコネになるかなっていう気がするんですよ、スタイルを見る限りだと。で今度サイドをつなげていきます。でこの感じだとちょっと想定ができない部分もスタイリングしちゃってるんであるんですが、まあ、この辺をちょっと通っていきます。これはちょっとね感覚の部分もあるんですけど、はい、これどういう風に撮ったかっていうと、このサイドのところだいたい、指2本分ぐらいのところをラインを作っております。はい、こんな感じで反対側も取りました。結構楽なんで、バック取ったらもうサイド取るみたいな感じでやっていきます。サイドがちょっと前下がりっぽいので、サイドを先に切っちゃおうかな。ここは多分レザーでちょっとこうザクザク感があるので、さすがにちょっとこの質感シザーで出すのはちょい難しいのかなっていう気がするんですけども、これショーバルタンなんですけど、ちょっとこういうレザーっぽく切る場合はもうショーバルでフリーハンドで切っちゃうんですよね。そうしないとちょっと切れないので、はい、ここで、こっちも同様にですね同じラインで切って、今度はこのアウトラインを作っていくんですけど、ゴムはあんま使わないかもしれないですね僕、まあ、チョップで、まああんまりちょっとは使わないですけど、チョップカットをします。時間がない時とかはどうしてるかっていうと、非常に R2 セニングって非常に楽なものがあって、この R2 セニング使うと、今やったのが自然とこうなんかぼかせるんですよね、こういう風にセニングなんですけど、ラインを作れるセニングで、こういう風に自然にぼかしてカットしていけるんで、結構これを使ってやることが多いです。はい、ちょっとまあ実際のやつよりは上の方がちょっと下の方がちょっと長いかなと思うんで、後でねそこら辺を調節していきたいなと思うので、でまあ、基本的にもうねスタイルが横でこれかっこよく出てますから、この横のイメージをちょっとイメージしながらもう横から切っていくような感覚になっちゃうんですけど、これで今ねこういう風になるように切ってます。でこっちはねまたこっちでまた難しいんですけど、この位置とかねちょっとだんだんこれで近くなってきたかなと思うんですけど、はい、ここでですね、あんまりセニングで R2 でやりすぎるとパサついたりとかする可能性がちょっと出ちゃうので、ここでスクラッチのペンシルカット、ペンシルシザーですね。で、ちょっと桁後ろの、まあ、今ちょっとねざっくりなんですけど、後ろはまあこのぐらいの
写真とほぼ、まあ、同じような感じになってるのかなって感じがするんですよね。で細かいところは、T3 のセニングで、これは8% ぐらいなんですけど、これで細かいニュアンスっていうのは、こういう毛先のニュアンスとかですね、こういうところは両刃なのでラインが全く出ませんので、ルーツセニングしてもルーツでも使えますし、まあ、基本的に使い方としてはこんな感じで抜いていくような感じで細かい作業ですね。でウェイトを抜いて耳とかもちょっとここをシュッてこうやってるとピアスも見えたりとかするので、まあ、ちょっと簡単な。であとこの辺がちょっと今重いんで、こういうところをちょっと重さ持ちにつながっていくと思うので、あとリピートですね、それにつながってくると思うので、そういうのを、結構考えていただけるといいかなと思います。だね、すごいこのスタイルが、スタイリングも素敵ですし、モデルさんも素敵なので、このアンティさんの作品すごい素晴らしいなというふうに、モデルさんの雰囲気と非常に合ってますし、いいかなってすごい思いました。はい、ちょっとそれで、今回ちょっと使わせていただいたんですけれども、非常に素敵な髪の色とかもなんかすごいいいし、写真の感じもすごい素敵だなっていうふうに、思っております。でネープとかもちょっとこういうふうに、ちょっと見えづらいですかね、こういうふうにこうだいぶ割れたんで、なじませていくことによって、こういうふうに沿うんですね。はい、集まるように、真ん中に集まるように、真ん中の空間に集まるようにこうなってます。なので、収まる収まる収まるっていう形に毛先がなっていくんですけど、レザーはね逆にエッジが強いんでバッて開いちゃうんですね。なのでまあちょっと僕はあんまり使わない理由としてはそこかなっていうところもあります。はい、なるべくまとまって、毛先がまとまることによって最終的には円になるので、毛先が散らばっちゃうと、逆にパッツンとかグランジテイストの、ちょっとバサバサした若い子のスタイルとかすごくいいんですけど、どうしても高級感っていうのがちょっと出しづらくなってくるので、膝でなるべく、レザーのように自由に使えるっていう、ハサミの使い方が、一番ベストなのかなっていうふうに僕は思っておりますね。はい、まあこんな感じで、まあ、ちょっとね細かく厳密に言うともっとこの辺軽いのかなとかって思うんですけど、まああとは髪質とかお客さんの毛量の多さとかもあるので、まあちょっとここはね中途半端な感じですけど、まあこんな感じかなっていうところですかね。はい、まあこういう感じの、テイストかな。今もうブローも何もしてない状態ですからね。はい、まあこれでアイロンとかでブローしてって、なるべく質感をこまあ少しこう変わり入れたりとかですね。ただまあブローしないでこんなここまでできればお客さんもこういう風にできるっていうことなので、はい、カットだけでなるべく持っていけるようにした方がいいんではないかなっていうふうに思います。でまず1個目のスタイル、これで終わりたいと思います。